皆さんこんにちは、早慶マーチ逆転コーチの桃井と瀬戸です。本日は早慶マーチに行きたいけどこの夏休みがすごい不安っていう方向けに動画を回してます。はい。何のためにそもそも夏休み勉強しないといけないのかとか、夏休みでこのまま受かるのか不安とか、伸び悩んでるよっていう受験生向けに動画を撮っておりますので、ぜひ最後まで見てください。まずそうですね、こう夏休みからこう勉強していくっていう中で、なかなかこうモチベーションが上がりきらないとか、毎日8時間も勉強できねえよっていう人も多分いると思うんですね。はい。斉藤先生は夏休みどういうモチベーションでこう乗り切れたとか当時あったりしましたか？そうですね、人によってモチベーションの上げ方って結構異なるとは思うんですけれども、自分は結構未来のことを考えていて、今の日本ってどうしても学歴社会っていうところがあると思うんですよ。そうですね。はい。なので今勉強を自分からしたいって思える人って受験生の中でも少ないと思うんですよね。自分も勉強が楽しかった、やりたかったっていうわけでは全然なかったんですけど、やっぱり辛い中でどれだけ辛いなりに勉強できるかっていうのが大事だと思っていて、その中でどうやってやれるようにしてたのかっていうと、将来ですね、自分が勉強していい大学に入ったら就職先も変わるわけじゃないですか。そうですね。はい。だったりとか、いい大学に入っておくと、今ね、自分がやりたいこと、将来の夢っていうのがなかったとしても、いつかその夢ができた時に選択の幅が広がるって思ってたんですよね。間違いないですね。すごく。なので当時自分も受験生の時ですね、将来の夢っていうものはぶっちゃけなかったんですけれども、勉強していい大学に行っておけばいつか自分ね、将来の自分を助けられるかなっていうふうに思っていて、きつかったですよ、もちろん、きつかったですけど、なんとか頑張っていたっていうのが自分のやり方でしたね。毎日どれぐらい励んでたんですか、勉強は？そうですね、もう最低でも10時間は毎日やるようにしていて、あと自分は性格的に一回ちょっとたるんじゃうとなかなか戻すのがきつい体質だったので、夏ですね、7月の20日ぐらいから9月の夏休みが終わるぐらいまでの期間は1日も遊ばなかった。この日は息抜きの休みの日とかは作らなかったですね、自分は。すごいですね。なんかでもその経験って結構今に生きてくることとかないですか？いや本当に受験期の、やっぱり受験期の時ほど頑張ることって人生でもマジでないんですね。そうですよね、なかなか、はい。なのでこう皆さんが大学生になって、就職活動だったり資格の勉強をいつかする時が来たとしても、いや受験期の夏の方が頑張ってたなって思えるっていうのは、今後の人生においてとても大きな力になると思うん で、ここは踏ん張りたいところですよね。大学入った後みんなこう、なんであの時の自分あんなに頑張れたんだろうってみんな言いますよね。いや、そうです、そうです。もう本当に。そうですよね。しんどいと思うんですけど、あともう半年で嫌でも終わるので、受験は。もうこの夏休みの1、2ヶ月だけでも、まずはちょっと10時間ぐらい頑張ってやってみるっていうのは確かに大事ですよね。そうですね。逆に、桃井さんはどのようにモチベーションを保たれてましたか？そうですね。僕の場合、浪人して合格したパターンなので、特段の夏休みだけ10時間ガッてやるとかじゃなくて、もう1年間通してコンスタントに10時間やるみたいな、結構。すごいね、モチベーション維持が大変な状況だったんですけど、やっぱり斉藤先生と同じで、将来どうなりたいのかっていうところを強く想像して、こういう自分にあるためには今この1年を頑張るしかないんだっていうのも決意を覚悟を決めて結構取り組んでたっていうのはやっぱり大きいですね。いや、そうですよね。あと自分、ちっちゃい話なんですけど、どこかで受験生の1時間の勉強っていうのは時給5000円ぐらいっていう話を聞いたんですよ。これ何かっていうと、勉強すればするほどいい大学に行くじゃないですか。で、いい大学に行けば将来の平均年収とかも上がるじゃないですか。それを生涯年収から逆算してみると、こう高校生受験生のうちに1時間勉強するとするごとに、こう将来得られるお金が5000円ずつ増えていくっていう話を聞いていて、1日10時間勉強したら5万円になるじゃないですか。すごいですね。毎日5万円ゲットだぜって思いながら10時間やってたので、特に男の子とかね、将来稼ぎたいっていう人も多いと思うので、もうこれを忘れずに、少しでもモチベーションにつなげてもらえたらと思ってます。あとなんかモチベーション上がる方法で一個おすすめなのが、大学に受かった後の姿を強い想像してほしくて、たまにね、こうインスタグラムとかでよくネクスト、例えば早稲田とか、ネクスト慶応とか、こう進学先書くじゃないですか。はい、書きますね。それをこうプロフィールの編集してみて、こう一時的に自分のこう大高校矢印、ネクスト早稲田大学所属みたいなのを、こう一個プロフィールに書いてみるんですよ。で、
1分とかで30秒とかで消していいんで、うん、はい、でそれをこうスクショにして、あ、こういうプロフィールに半年後頑張ればなれるんだみたいな、で早稲田に受かった後の姿を強く想像するとか、この大学に入った後は自分こういうアルバイトをしてとか、うん、そういうところまで細かい想像してると、だん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 モチベーションが湧いてきて、この夏やるしかないって多分なると思うんで、それ楽しいですね、うん、結構これはおすすめだったりしますね。私個人で言うと、うん、短期的なモチベーションの上げ方、うん、まあ、そうだとしても今日きついなみたいな日があるじゃないですか、うん、そういう日は自分はなんですけど、こうインターネットでやる気が出る名言とかを調べて、はい、じゃあなんか偉人だったりとか、うん、まあ、漫画とかのキャラでもいいんですけど、うん、結構心が刺激されるような名言が出てくるわけですよ、うん、それでこれは今日やらなきゃなっていう気持ちに自分はちょっと無理やり、名言いいっすよね、はい、うん、皆さんもね、一つぐらい短期的でいいので自分今日はやれるかなっていう、うん、モチベーションを上げる方法っていうのを持っておくといいかもしれないですね、うんうん、ありがとうございます、はい、じゃ続いてちょっと焦点を移していくんですけど、今もう見てる方で偏差値40代とかで、うん、このままであと半年でこう受かるのか本当に不安だし、どうせ無理なんじゃないかと思ってる方多分多いと思うんですね、はい、そういう方向けにちょっとついてお話できればなと思うんですが、はい、まず偏差値今こう40代の方がこう残りまあ半年でマーチとか、うん、まあ、総計っていうところに合格するっていうのは、まあ、もちろん難しい戦いになるっていうのはあるんですが、結論まあ可能ではありますよね。そうですね、うん、可能です、うん、ただ夏頑張れなかったら無理です、うん、これはもう断言してもいいぐらいなので、うん、ここでやんなかったら自分は第一志望を下げなきゃなぐらいのつもりで、うん、夏は死ぬ気でやってほしい、うん、とは思いつつも全然間に合うかなとは思ってますね、うん、例えば昨年のこう事例とかで、これまでずっと社会人で仕事をされてて、うん、夏からこう急に青学に行きたくなってこう入塾された方とかもいたんですけど、うん、本当に死ぬ気で毎日勉強されて、そこからこう青学に逆転合格されたっていう方も見てきてるので、うん、本当に今偏差値20代であっても30代であっても半年間っていう期間をどう過ごすかによってゴールっていうのはやっぱり変わってくるかなと思ってます、うん、いやそうですよね、うん、ただまあ夏じゃ具体的に何したらいいのって思うと思うんですよ、うん、はい、今がむしゃらに勉強してる人も、うん、そういう偏差値40代50代の人は多いかなと思うんですけれども、夏ここ意識して勉強してほしいみたいなところって何かありますか、うん、これ結構もう皆さん聞いてると思うんですけど、やっぱりこう基礎を固めろっていうところになると思うんですね。でただ基礎を固めろって言われても、こう何が基礎なんだって多分なりながら勉強してる人が圧倒的に多いと思うんですよ、うん、はい、でそこをちょっとじゃあ今日ブラッシュアップしていければなと思うんですけど、はい、で例えば英語において基礎の定義ってなんかどこだと思いますか？単語、うん、文法、解釈の一定のレベルの基礎が固まっているっていうところだと思っていて、よく長文夏からやっちゃう人が多いと思うんですけれども、うん、もちろんちょっとはやってほしいんですけれども、その前に例えばターゲットだったりシステム英単語だったら、うん、1500番くらいまでは夏休みで固めたいね、うん、だったりとか、英文法で言うとまずはインプット系の参考書を一冊固めて、うん、そこからネクストやヴィンテージをしっかり夏で回し切る、うん、みたいなところだったり、あと英文解釈で言うと、まあ、皆さんご存知な参考書で言うと、肘井の読解のための英文法などを終わらせて入門70だったり、入門英文問題成功っていう参考書があったりするんですけれども、うん、そのあたりまでしっかり夏の間に取り組んでみるとか、うん、具体的なラインで言うと今のあたりの参考書までをきっちりと固めていただければ、全然長文のゴリゴリの演習などは秋からでも間に合うので、まず大事なのは単語文法解釈、うん、これが基礎ですね。間違いないですよね。ここのこうやっぱり3つの土台をしっかり固めていくっていうのがこの夏大事になるので、たまにこう話していくと、今やっておきたいシリーズで演習ばっかしてます、でも偏差値40代ですっていう方ももしかしていらっしゃるかと思うんですが、一旦それを止めてもらって、今言った単語文法解釈の 3つの軸ですね、ここをしっかり固めていくっていうのはやっぱり大事ですよね。はい、大事ですね、うん、社会などは夏の間にここまで進めておきたいっていうのはありますか？うん、そうですね、もう社会に関してはやっぱり日本史と世界史に関してはやっぱり範囲が広すぎるので、結構もうそこは進めていきたいんですね、はい、で可能であれば第2回全統共通テスト模試の範囲ぐらいまではもう通試も 2,3 週回してて、うん、そこに出てくる一問一答の語句もしっかりインプットできてるんだぜ、星2ぐらいまではだいたい覚えてるぐらいの状況まで持っていけると、うん、もうそれこそ基礎が固まったって言えるんじゃないかなと思ってますね。確かに結構大変だとは思うんですけれども、うん、それぐらいやらないと厳しいという現状はやっぱりあるので、うん、この今お話ししたラインまでやりきりましょう、うん、そうですね、はい、
でまたこの動画見てる方でここから本当に早慶町に行きたいんだけどこのままだと本当に不安って方も多いと思うんですね、うん、でそういうことはですね今無料コーチングというあのプロがですね残り期間でどうやったら合格できるのかっていう無料でアドバイスしておりますのでぜひ下記概要欄のですね公式 LINE からお問い合わせいただければなと思います。はい、お待ちしてます。それでは本日の動画はこちら以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。現在逆転コーチングでは無料で受験コーチングを体験できます。このままで早慶マーチに受かるのか不安って方はですねぜひ概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。